クラッシュ124 This is クラッシュ。この企画はですね、クラッシュエヴァンジェリストである僕が、その日一番素晴らしい試合をしてくれた選手に突撃していく企画です。今日の This is クラッシュ MVP はですね、クラッシュ初登場にしてですね、あのフミヤ選手を1ラウンドで見事 KO で勝利を飾ったコウキ選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いつも僕はこの MVP 選手を選ぶ基準っていうのがあって、どんな選手に勝ったかとかですね、どんな勝ち方をしたかとかですね、あとこの選手は次どういう選手と試合をしていくかっていうのをね、そういうのをワクワクさせてくれる選手、それに全て当てはまったんですね。ありがとうございます。今日は初めてのクラッシュのリングだったじゃないですか。はい。で、コウキ選手にとってクラッシュのリングってどういうリングに見えてたんですか？自分も夢っていうか、本当に出れればもうすごい、やっぱ小さい頃から K-1 とかずっと見てたんで、本当にクラッシュの舞台に出れるっていうのが、すごい楽しみだったんですけど、とりあえず次の試合にやっぱつなげるために、しっかり KO で勝ったのは良かったと思う。フミヤ選手やっぱり体迫力あるじゃないですか。で、今までにない体のフェイントとかを使いながら、捉えづらいところを、ね、ロングリーチを生かして組谷選手の攻撃が当たらないところから刺したっていうのがすごい見事だったなと思うんですけど、それを1ラウンドでね、やりのけちゃった、そのコウキ選手のポテンシャルの高さ、おそらくですね、このクラッシュ K-1 ファンの皆さんはインパクト残ったと思うんですよ。で、これまでの僕、試合いろいろと見させてもらったんですけど、キックボクシングルールも結構多かったんですよね。ああ、そうですね。どっちのが多かったんですか、今までは。うわー、やっぱクイズもあるのがあったんですけど、あんまり自分がそんな好きじゃなくてどっちかって言ったら、そうですね、やっぱ K-1 とかルールの方が出てみたかったですね、はい、やってみたかったです。そう、今ね、クラッシュ K-1 ルールだと、この反則になってるクイズもっていうものを生かして戦うのがキックボクシングルールなんですけど、この強調子の選手というのは、その首相撲っていうのが有効に生かして戦う、そういう選手っていう印象があったんですけど、はい、初めてのね、クラッシュで1ラウンドでああいうふうにね倒したのは本当に素晴らしい、まだまだ可能性が持っているなと思いました。ありがとうございます。いつもですね、僕がこのクラッシュエヴァンジェリストとして、その MVP の選手にこの気持ちを渡しているんで受け取ってください。 ありがとうございます。ちょっとすみません、僕ばっか喋っちゃっていいんですが、やっぱりですね、初めてのクラッシュだし、東京での試合は今まで何回ぐらいあるんですか？うわー、そうですね、2回目ですね、後楽園2回目ですね。そう、やっぱりね、その試合慣れはしてるけど、こういうなんていうかね、こういう日の離れは、やっぱりそういうのもこれからもっともっとしていくことで、コウキ選手はもっと輝いてくるんじゃないかなとは思うんですが、これからもしくは次どういうことをこの K-1 グループでしたいですか？誰と戦いたいですか？そうですね、まず、ベルトとかもまだ全然なんで、とりあえず次自分が誰でもいいんで戦って、また KO で勝って、そうですね、ベルトに挑戦できれば一番嬉しいです。そのためのアピールになる試合に今日は十分になったと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。クラッシュ124 This is クラッシュ、いかがだったでしょうか？クラッシュ初登場の選手が今回は MVP を取ってくれました。まだまだね、日本にはクラッシュ K-1 グループに上がっていない選手がいっぱいいます。これからもね、どんな選手が現れるか楽しみですね。また次回もお楽しみに。